はい、こんにちは。今回はね、春豆腐チゲのスープでございますが、まるちゃんのね、春豆腐チゲでございます。で、これをこんな風になっていまして、お湯に入れるとこうやってね、お湯にこうやって入れます。で、かき混ぜて、なんとこれはあの豆腐ですね。すぐこうやってね、かき混ぜてると形が崩れていきますね。では飲んでみたいなというふうに思います。うん、なかなかの辛さに、このうん、美味しさと、これも何ともいい。香りと、うん、チゲ鍋の美味しさがあっていいですね。で、このほのかな香りに、うん、豆腐の温かさと、うん、この何て言うんだかな、玉ねぎじゃないな、これはキノコみたいな味わいが多くて、唐辛子が効いて、卵のしっとりとした味わい、これだがなかなか良くて、まあ、このキノコみたいのは何ていうのか知らないんだけど、まあ、それが非常にいいですね。うん、なんかキムチをこうスープにしましたみたいな感じなんですが、非常に、まあ、食べてて、うん、うん、確かにやみつきになるというのはやみつきになる辛さなんですが、まあ、じわじわとバーってくる辛さなんだけど、それがこうよく合わさっていて、なかなかのいい美味しさに仕上がってるなっていう感じで、そういうところが非常に行き渡ってて、うん、なかなかのいい美味しさだなと、美味しさの辛さだなというふうに思います。どうもありがとうございます。